ハロー YouTube、今日はですね、見ての通りスペインのサンセバスチャン、ビーチに行っております。もうね、すごい、みんな誰もマスクしてません、しかもですね、超開放的、もうバカンス始まってんじゃないかなっていうような、感じの、もう本当ご機嫌な場所でございますが、このご機嫌な場所から全然それにそぐわない話題をお話したいと思います。今日はですね、まあなんか最近ですね、ネット上でも騒がれているインボイス制度についてですね、お話をしたいなというふうに思っておりまして、このインボイス制度というのは何かっていうと、まあ、消費税のですね、課税をですね、透明化する、そしてですね、電子請求書に対応すると、まあ、これまで紙の請求書を保管しなければいけなかったんですけれども、このインボイス制度の導入によってですね、電子請求書の保管だけで OK になるということで、ペーパーです。これまでですね、そこで今すごく問題になっているのは何かっていうと、これ消費税っていうのは、まずその、売り上げを立てる人が消費税を、まあ、10% だったら 10% で、まあね、軽減税率だったら 8% になってて、ちょっとまたここはややこしいんですけど、これはね、もう政治的に決まっちゃったんでもしょうがないですけど、本当は 10% にね、一本化すべきだと僕は思ってるんですけれども、でこれをですね 10% 付加してで、売るんですけど、それを仕入れた人がその 10% 分を控除できる制度なんですね。消費税を課税した売上がじゃあ200万円ありました。でも消費税を課税された仕入れが150万円ありました。そしたらその200万円から150万円を差っ引いて50万円しか、国庫に納付しなくていいというのが、まあ、消費税の制度なんです。これだから消費税の二重支払いを防ぐためにそういった形になってるんですけれども、まあ、これをですね、非常にその、明確化してですね、消費税を、取りやすいような形にしたのがこのインボイス制度なんですけれども、なんでこのインボイス制度、今ですね、特に野党からですね、叩かれてるかというとですね、免税事業者というですね、年間売上が1000万円に満たない業者というのは消費税を納めなくて、つまり例えば売上が1000万円分あって、本当は1100万円分請求をしてるんだけれども、1100万円分の請求をしてるにもかかわらず、その100万円分の税金を納めなくていいんです。もちろん仕入れがあったとして、仕入れと差っ引いて、じゃあ、20万円なり50万円なり納めなきゃいけない、消費税があったとしても、免税事業者は益税としてそこを控除できる、払わなくてもよかったです、簡単に言うとね。だからこれが免税事業者っていうのが、これからそのインボイス制度が始まると、それが、まあもちろん継続はできるんだけれども、免税事業者のその控除、つまり先ほどのその、消費税ね、仕入れた分の売り上げ控除できるっていうふうに言いましたけど、これは免税事業者から仕入れた場合控除できなくなるという制度になるので、皆さん、適格請求書事業者、請求書をですね、適格なそのインボイスの請求書を出せる事業者になりなさいよ。そのためには、課税事業者にならなければいけない。で、この制度ですね、令和5年、つまり来年ね、2023年の10月1日から始まるんですけれども、一応その免税事業者に配慮して、6年間猶予期間が設けられていてですね、最初の3年間は課税額の 80%、そして、その後の3年間は50% まで控除できるっていうことになってるんですけれども、まあ、多くの大企業、ほとんど、まあ、多くの大企業とか、それなりの会社ってのはみんな課税事業者であり、インボイスに登録する事業者になりますので、そうするとですね、免税事業者から仕入れると、その分が控除できなくなっちゃう。まあ、6年の猶予の間はですね、徐々に、そういうふうな不利益っていうのが、どんどん大きくなっていくわけですけれども、まあ、そうなっていくと、最終的にその免税事業者、売上1000万円未満でそのインボイスの登録をしなかった業者に関して言うとですね、売上の 10% 分を上乗せしてですね、要は上乗せしてっていうか中に内包してですね、消費税の分まで、こっちがですね、支払うべき消費税の分まで、しか、まあ、都合控除して請求書出せよというようなことを、つまり1000万円分だったら、まあ、例えば900万円分の請求書しか出せないようにしてくださいとか、まあ、実質値引きをされるじゃないかというようなことがですね、今その免税事業者の中で囁かれていて、まあ、しかも、まあ、そういうその零細とか個人事業主フリーランスの人たちが実質的な増税じゃないかというふうな形で今騒いでるというのが、現状でございます。まあまあ、僕からしてみれば、そもそも免税事業者でしかないような事業をしてるの事業じゃないよね。そんなのもうちょっとちゃんと頑張って1000万円以上の売上上げましょうよ、せっかくフリーランス個人事業主やってんだからというふうに思うし、これまで要は逆に言うと甘やかされてきたわけじゃないですか。本来みんな消費税って払わなきゃいけないのに、まあ、そこは得してきたわけだから、
から、これも得するのがなくなりますよ。ただです。これ税金というのは公平に払うものだ。今まで免税事業者であってた、ぬるま湯に使っていて、それは当たり前だ。それは既得権益化してるっていうだけの話で、それを当然の権利のようにですね、言ってるの方が僕はおかしいと思います。で、こうやって世の中の効率化を阻む、ね、これまでもですね、マイナンバー制度とかね、国民創生番号制度じゃないかと、なんか国民を監視する制度なんじゃないか、ぐだぐだ文句を言ってですね、そうやって、その世の中の効率化であったりとか、税金をね、実質的にね、効率化して、みんなが平等に払うような制度になってるのにですね、が今ガーガー騒いでるの、僕はすごい問題だなと思ってるので、僕はインボイス、大賛成派でございます。ということでですね、全く、このね、すごいご機嫌なビーチからお届けしておりますが、すごい生々しい、えぐい話でございました。